中古物件に新たな命を吹き込むリフォーム。より自分らしい住まいを実現できるこのスタイルが今人気を集めています。このコンテンツではどのようにして理想の住まいを実現できるのか、その気になる舞台裏をご紹介します。今回はですね、今流行りの DIY にちょっとチャレンジしようと思ってるわけですね。はい、はい、広島市西区のマリーナホップの中にある DIY 専門店豆デコに来ています。はい、ここはもう DIY のものはほとんど揃ってますね。はい、もういろんなものがあって、さっきずらっと見たんですけど、すっごい楽しかったです。はい、あ、本当ですか。はい、もう DIY ってすっごい流行ってますからね、今ね。はい、やってます？いや、何もやってない。 DIY だって私不器用なんだもん。見たまんまじゃないですか。不器用に見えますか。生き方不器用じゃん。だってあの携帯電話の何、生き方の部分をスルーしてくれてる。都合の悪いことスルーしやがって。DIY 初心者の2人を教えてくれるのは中村さん。今回は何をやりますか。何がいいですかね。そうですね、では簡単にできる壁紙貼りをやってみようと思います。まず今簡単にできるって言いましたけど、壁紙って相当プロじゃないとダメなんじゃないですか。そういうイメージが強いんですけど、うん、今回使う不織布っていうタイプの壁紙ですと、はい、簡単に貼って剥がすこともできますので、その不織布っていうタイプはその繊維を絡み合わせて作ってますので、はい、紙よりも柔らかいっていう、柔らかくて水に強いっていう。不織布だったらあの僕ら初心者でも貼りやすいってことですか。じゃあ、そうですね、貼りやすいです。はあ、さあ、はい、他にもいろいろ揃ってますね。使う道具をちょっと説明していただけますか。はい、まずはこのブラシなんですけど、はい、これで貼った壁紙から空気を抜く。あ、空気を抜くときに使うブラシ。使うブラシ、はい、はい、で、これは端の方とかはちょっと糊を貼りにくいので、この細かいところはハケでつけていくっていう。あ、これはあれですよね、どうでさ。あ、私家でいつも前箱でやってますけど、ね、あれあれではなくて、壁紙を貼る。わかった、こうやって腕立てやるやつではなくて、これはあの壁紙と壁紙の貼り合わせるときに間をこう圧着させるものなんです。あ、まず圧を入れて、圧を入れてコロコロして、これも売ってるんですか。このセットで売ってます。便利ですね。で、これが粉のりって言って、はい、あの粉で溶くタイプののりを今日使っていくんですけれども、はい、もうこれは昨日の夜に粉のりを溶かしたものでして、これは一晩寝かせた方が綺麗につきますので、貼る前の日の夜から作っておいた方がいいです。のりがその粘着質なので、はい、溶かして時間を置いた方が成分がちゃんと溶けて混ざるので。それでは壁紙貼りスタートです。まずは養生って言って、はい、周りが汚れちゃわないように、お家の床ですとか天井との見切りとか、そういうところに糊がついちゃって汚れないようにっていうので、養生っていう汚れ防止の作業をしていきます。はい、はい、養生用テープはホームセンターで購入できますよ。今回は壁の代わりにパネルを使って練習しましょう。まずはステップ1、壁に糊を塗ります。不織布のものは先に壁の方に糊をつけるんですよ。はい、紙じゃなくて壁に、はい、はい、壁に。本当に塗り方のポイントってありますかね。そうですね、この塗った時に指で跡がつくぐらい。いうことはたっぷりめってことですか。たっぷりめに、中に空気が入りやすくなっちゃうので剥がれやすくなってしまうんですよ。あ、じゃあここはあまり遠慮せずに。そうですね、もう思いっきり豪快に、はい、あとやっぱり皆さん紙のもの貼るからべちゃべちゃになっちゃうんじゃないのっておっしゃられるんですけど、はい、この不織布っていうタイプですと表側に余った糊は浮き出てくるので、はい、後で拭き取れば大丈夫なんです。それではドテちゃんもやってみてください。遠慮なく行っていいってことですよね。そうですね、楽しそうじゃね。いや、すっごい楽しいですよ。なんか気持ち、顔より面積が大きいから気持ちいい。そうですね、これぐらいですか。まだもうちょっ と、その触った時に指で跡がつくぐらいなんで、もうちょっと。まだです。もっとたっぷりですか。これぐらいだ。で、あとこの端とか隅の方をしっかり目に塗ってもらえると。あ、どうしてですか。やっぱりその端っこの方は剥がれやすいので。あー、そっか。隅の方はしっかり目に、ね、おお。いや、これ本当になんか気持ちいい。続いて壁紙を貼っていきましょう。これ貼るとき注意することありますかね。まず端は角っこをしっかり合わせることですね。で、ここで先ほど紹介したブラシが
これで空気を真ん中から外側に向けて、中から外へ、中から外へ出していきます。外へ。今度は大ちゃんが挑戦。初めての体験ですが、こなれた感出すのやめてもらえますか。よく NHK の特集出てくるじゃん、こういうおじいちゃん。これ顔も大事ですよね、長野さん ね雰囲気が ねちょっと土手さんナレーション入れてください。どんな大松真嗣が一生懸命壁紙貼ってますね。なんでぶらり途中下車だと。違うでしょ、この道40年とかかっこいいナレーションだと。そっち系ですか、壁紙一筋40。そっち系に言うてそっち系しかないでしょ。イメージがね。なんで、おやおや大松さん、壁紙が大変なことになっちゃうめっちゃに。そういうお笑いの要素はいらないんですよ。いらないんですか、ね、でも綺麗になってますよ。大松真嗣45歳、壁紙を貼り続けてもう40年。幼少の5歳の時から初めてブラシを、空気を出すことにかけては日本国宝と言われた。朝から晩まで男の作業が続く。もうそろそろ空気取る、ちょもうちょっと聞いてや。ものすごいかっこいいシーンを撮るよ。もう綺麗に歩いてますよ。あ、際までこう。あ、なるほど、便利だこれ。正直最初何するもんか思いますけど、よくわかりますねこれ。そうなんですよ。確かにいりますねこれ。ブラシで下の方は貼って、ちょっと持ち上げて、あ、ここね、一番こうペロッとなりやすいところですね。そうなんです。そのためにちっちゃいこれがいるんですね。やっぱり道具って全部意味があるんですね。そうなんだよ、ドッさん。この世に必要のない人なんていないんだよ。そうですね。みんな役割を持って生まれてきたんだよ。はい。続いては壁紙の表面を拭いていきましょう。ではここで、今この表面触ってもらうとちょっとわかるかもしれないんですけど、ベタベタする、ベタベタする。お、糊が出てるかな。そうですね。ちょっとなんか浮いてきてる感じしますね。そういう時には、スポンジを水で湿らせておいて、はい、固く絞っておきます、はい、表面をちょっと拭いてあげる。軽くこれは何のために。これぐらい、あ、そのくらいで大丈夫です。これはあの、はい、表面に糊がついちゃって、浮き出てきちゃってるのをきれいにするために。これで拭いとかないと糊がそのまま乾いちゃう。乾いた時に、そうなんです、白っぽくなっちゃうので。なるほど。続いてはヘラを使って余分な壁紙を切っていきます。しっかり押さえないと、この壁紙とこの今日だったらこの木のところの間に穴が開いちゃうので、はい、あ、そっか、溝ができてしまうんです。はい、ここ大事なポイントですね。ここ失敗したらちょっと白いところ残っちゃいますよね。そうですね。もしくは下の壁切っちゃったらね、賃貸だと大変ですからね。敷金返ってこい。おっと、お見事。なるほどね。あー、これぴったり入りましたね。そうですね、はい、1枚目はこれで完成なんですけど、はい、まずこっち側がまだ白いのが出ちゃってるので、はい、ここに2枚目を柄合わせっていうのをしていきます。柄合わせ、難しそう。何種類かその柄合わせの仕方にもあるんですけど、はい、今日は付け合わせっていうのをやっていこうと思います。というわけで、続いては壁紙の柄を合わせる作業です。この人とこれ、あった、おー、ぴったりぴったり、すげえ、ここ、こうすると、じゃあ下も自然と、下も自然と、ここも、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、葉っぱも葉っぱもあった、あった、こっち持ってきましょうか。そうですね、はい、ここがやっぱり一番難しいポイントですかね。そうですね、持ってきましょうか。こう、私は大丈夫です。いや、エルラこれ何年続くんですか、これ後ろに。空気を抜くのはもちろんこの人の仕事です。また始まりましたよ。はい、ドッツさん、ナレーション大松さんが一生懸命のり貼ってますね。この道40年よくやってますよね。どうですか、暇空いてきたやないかい。ほら、ちゃんとやってくださいよ。ちゃんと持ったら、持ってますって。ほんま。
柄を合わせた部分はローラーを使ってしっかり圧着します。ボロボロと圧かけて転がしたら間がなくなりますね。そうなんですね。面白い。ここはしっかりと。さすがですね、うん、いやこれローラー大活躍。すごい。ちょっとしか出番ないですけど大活躍ですね。そうですね。さっきから気になったんですけど、なんでこっちから貼ってたんですか。こっちから貼らずになんでこっちから貼ってたんですか。それがですね、最後にここを切るときに、はい、こう左手で押さえながら右手で切るっていうのが大体右利きの方が多いと思うんですけれども、はい、はあはあはあ、分かった。右利き分かった。右で持つから、はい、左の方から貼っていかないとこう切れないんだ。そうです。こう切ることなんですね。はい。なので左利きの方は逆ってことですね。だからそうなります。こっち向きで貼ってくる。余分な壁紙をカットし、表面に浮き出てきた糊をスポンジで拭き取れば完成です。はい。できた。もっと大変なことかと思ってね。ねえ。あ、でも残念だな、中村さん。なんで？賃貸うち。知ってます、知ってます。だってこんなん貼ったら大家さんに怒るぜ。これは今回使った不織布っていうものと粉のりだと剥がせるんです。剥がせるんですか？剥がせるんです。貼って剥がしてまた違うところにも貼り替えれるんです。え、じゃあ賃貸の家でもできるってことですか？はい、賃貸の方でも安心して貼っていただけます。嬉しいですね。ねえ。え？あ、あ、あれ？あれ？何の問題もない。敷金返ってくる。そうなんです。糊が全部こっち側の紙の方に全部吸ってくれるので、壁の方には問題がありません。うわー、すげえすげえすげえ。あ、下から行きましょう。よいしょ。おーいしゃーん。じゃじゃーん。おー、きれいに取れた。最初のまんま。しかも手触りもそんなに全然全く関係なくね、糊がついてる感も全然ないですね。いや聞かないとわからないもんですね。で、いろいろやって最後は大事なやつ全部やっていきましょうね。あ、いいですよ。私たち一緒に。すっごくすっごく期待が今、ね、ぜひお願いします。やりましょう、みんなで、ね、べったりしてください。べったりしてください。